それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で前回は、除算に関する計算量 のまとめということで、例えば一変数多項式の除算、もしくはその多倍長整数などの除算 の計算量について議論しまして、それからあと拡張ユークリッド互助法の計算量についても紹介しました。でその上で、中心的な内容としましては、その中国乗用算法の計算量について紹介をしました。で、今日と明日、今回と次回ですね、この講義の最終盤のこの2回で、少し話の思考を変えまして、多項式などの高速乗算法という内容を紹介したいと思います。で今日はですね、その中で特にその唐津波の乗算アルゴリズムというのを紹介します。でこれは、本来、この授業で使っているテキストでは、その第6章にあります、その高速フーリエ変換、FFT による高速乗算法というのが紹介されていますけれども、それよりも、ちょっと理論的には優しい話でして、でただ、その高速乗算法を学ぶ上では、FFT をやっておくんだったら、これも一通り目を通しておいた方が良いだろうという判断で、今回説明をしたいと思います。で、今回はその整数の乗算と、それから一変数多項式の乗算に関するその唐津波のアルゴリズムを紹介します。まずちなみにこの唐津波というのはですね、これ考えた人の名前で、ロシアの人でですね、最近、10年ぐらい前に亡くなられたというふうに聞いてますけれども、割と最近の方ですね。で、じゃあ、唐津波の乗算アルゴリズムの、まず整数編の方からちょっと導入をしていきたいと思います。で、非常に単純な例で、まずその10進の2桁 の整数の乗算っていうのをちょっと取り上げてみます。で、今ここに A と B という2つの整数がありまして、10進法でそれぞれの桁がですね、A の方が A1、A0 と、それから B の方が B1、B0 というふうに表されているものとしましょう。で、これは整数の和で表すと、その A1 の10倍プラス A0 というのが A であって、あと B の方は B1 の10倍プラス B0 という形で表されているとします。一応A0 と A1 は0から9までの範囲の整数ということにします。で、これを通常の方法で乗算を行いますということで、乗算の単位は1桁の整数の積を単位に行いましょうということを考えますと、よくあるやり方は、この A と B のこの十進法での表現を展開してですね、その乗算を、そこで出てきた A と B の各桁の乗算を行うということになるかと思いますが、実際にこう式を展開して、で、A と B の各桁の乗算を見ていきますと、これ1桁の整数の乗算が4回現れていることがわかると思います。いわゆる、たすきがけとでも言えるんですかね。AIBJ で IJ の組み合わせが、1001の4通りを取るという形です。で、唐津波の方法の乗算というのは、この乗算のプロセスをちょっとだけ変えるものです。で、どのように変えるかと言いますと、次の3種類の乗算を用意します。まず最初にこの A1、B1 というものですね。それから A0、B0 と。で、残りの A1、B0 と A0、B1 なんですけれども、ここが一つのポイントなんですが、その代わりに、まず A1-A0 と、それから B0-B1 という2つの、その整数の減算を行いまして、その2つの数をかけると。いうことを行います。で、そうしますと何がありがたいかというと、この真ん中の部分のこの結果ですね、本来はここは、A1、B0 プラス A0、B1 なんですけれども、これを用意すると、実は、両端で計算した A1、B1 と A0、B0 をここで使えるんですね。で、これによって、その加算の回数は増えるんですけれども、乗算の回数を1回だけ減らせるという特徴があります。ここがその唐津波のアルゴリズムの一番のポイントです。加算の回数増えるんですけれども、乗算の回数をちょっとでも減らして、計算量を稼ごうという、そういう作戦です。
で、まあ、アイデアは基本的にはこれだけなんですね。まあ、もうちょっと複雑になった場合のことを紹介します。で、今度はもう少しですね、今のお話は10進2桁の場合だったんですけど、もう少し話を一般化して、じゃあ10進の、まあ、2n 桁の、乗算を考えましょうということにします。で、まあ、n が正ですけれども、そうしますと、まあ、今ですね、その乗算の単位を、まあ、10進1桁の乗算を単位として、でそれを何回繰り返すかということを考えますと、まあ、通常 その整数の乗算法ですと、これはオーダーの n の2乗になるということを以前の授業で紹介しました。これは一応振り返ると第6回で紹介していたんですが、その、まあ、多倍長数同士の乗算というのは、まあ、a の長さと b の長さの積のオーダーになると、計算量がそうなるということをやっていました。今、乗算の単位が、まあ、10進1桁ですから、まあ n 桁、2n 桁同士の整数の乗算であれば、まあ、通常、まあ、n 乗のオーダーになるというわけです。で、これをですね、その唐津波の方法で、まあ、やってみましょうというわけですね。で、今、その a と b という整数が与えられているものとしまして、で、この a と b それぞれをですね、ちょうど10の n 乗のところで半分の大きさのところで、まあ、上位の桁と下位の桁に分けて表すことにします。先ほど10進2桁の場合は、まあ、10の位と1の位に分けましたけれども、この場合ですと、まあ、いわゆる10の n 乗の位とそれから1の位というふうにこう分けて表します。で、そうしますと、まあ、A0A1B0B1 というのは先ほどの例と同じようにこう出てくる 桁の数として出てくるんですが、まあ、今回はその A0A1B0B1 が、まあ、10の N 乗未満の整数ということになります。で、これをですね、その先ほどの唐津波のアイディアでその乗算を組みますと、この今のスライドのこの下の行のようになるんですけれども、まあ、AB を計算するのに、まず A1B1 ですね、これはその A と B のそれぞれ上位桁の乗算をやりますと。それからあと一番下の方では A0B0 というその下位桁同士の乗算をやりますと。それからあと真ん中ではその A1-B0 と B0-B1 の乗算をやりますと。でそれに先ほど計算した A1B1 と A0B0 を加えますと。まあ、そういうことを繰り返します。で、そうしますと、この10進 2n 桁の整数の乗算が、唐津波の方法で1ステップ進めますと、n 桁の整数の乗算3回に分けられるということになります。ここまででしょうか。で、そうするとですね、今度はその A1B1 と A0B0 と A1-A0×B0-B1 というこう3つの積をですね、今度は10進 n 桁の乗算でやるわけですね。で、これをさらにまた唐津波の方法で桁数を上位桁と下位桁に分けて繰り返すと。で、そうするとだんだんこう桁数を減らしていった唐津波の方法をこう再帰的に繰り返して、で後からその計算結果をわーっと合成するという方法、形の計算になります。で、こういったその何でしょうね、与えられたデータをより細かいデータに分割して計算を再帰させながら行う計算方法をよく分割統治というふうにこの分野では呼んでいます。英語で言うとディバイダーのコンカーというふうに呼ばれます。まあ、コンカーって本来なんか征服とかそういう意味なんですけれども、まあ、そうですね、だから日本語ですと分割統治だったり分割征服だったりいくつかの訳語があります。